インベンテック開発、インベンテック開発株式会社は台湾のインベンテック傘下のパソコン製造、販売メーカー。ブランド名の、後人者は、社名解消前の後人者から来ている。新興のパーソナルコンピュータの開発メーカー。ソーテックの前身として同盟があるが、これは現在の後人者の創業者が元ソーテック創業者の大部総一であり、 全社企業時の志に立ち返り、ソーテックを離れ、現工人社を起業したためである。当初は横浜に本社を持っていた。台湾の製造メーカーのインベンテック社、営業立ち集団と提携し製品を発している。2005年よりノートパソコンの販売を始めた。2006年11月に工人社 SA シリーズを発表し、シンプルな構成や軽量さ、 価格の割に高いスペックなどが話題となり、マニア層の注目を集める。2009年5月にインベンテック社の子会社となった。工人社の親会社、インベンテックと資本、業務提携を結んだオンキオとの協業を行うことが2009年12月に発表され、同社が工人社のパソコンを改良し発売することとなった。 2010年6月、インベンテック開発株式会社と社名変更。2011年3月、営業たち古墳有限講師100%出資となる。代表取締役竜多金、竜一長、取締役、良進家。2019年9月、代表取締役宅切り家に変更。2011年6月現在、下記のすべての製品が販売終了となっている。 アペラ、アペラシリーズは、後人社が、かつて販売していた、ノートパソコン。2005年12月発表後。お、人社 E、工人社 EW シリーズは、後人社が、かつて販売していた、ノートパソコン。A4 ファイルサイズ15.4型ワイド液晶の2、スピンドルノートパソコンであり、最廉価化モデルは、実売価格が8万円を切る、低価格であることが特徴。 OS は Microsoft Windows XP ホメージジオンと Windows Vista を採用している。ビア K8M890 チップセットとモバイル AMD センプランプロセッサを採用し、低コストを主眼に置いている。バッテリー持続時間が高渉一時間強であり、モバイル用途はあまり考慮されていない。高人社 SA、高人社 SA シリーズは、高人社がかつて販売していた。 ノートパソコン。最初のモデルは2006年11月に発表され、2年余りにわたって販売された。A5 サイズ7型ワイドパネル液晶。一部モデルはタッチパネル液晶搭載の1、スピンドルミニノートパソコンであり、後人社の名を知らしめた製品である。後人社 SH、後人社 SH シリーズは、後人社がかつて販売していたノートパソコン。 2007年6月発表。A5 サイズ7型ワイドタッチパネル液晶1スピンドル。一部モデルは、ゼロスピンドルミニノートパソコンであり、再廉化モデルは7万円を切る低価格となっている。外観、寸法、重量は SA シリーズとほぼ同様で、モバイルカメラとワンセグチューナーが追加されている。チップセットに、インテル 945GU x プレスを採用し、 インテルウルトラモバイルプラットフォーム2007に準拠した小型ノート PC、CPU はインテル A100、600MHz または A110、800MHz を搭載。標準バッテリー、ラージバッテリーは SA、SR、SX シリーズと共通となっている。AC アダプタ、ケーブルは SA、SR、ML、MT。 EX シリーズ共通となっている。ワンセグ、タッチパネル、ブルートゥース等、搭載機種と非搭載機種が混在する。搭載 OS は当初 Windows Vista だったが、後に XP モデルも登場した。Vista モデルが存在するものの Windows 7のシステム要件、1GHz 以上の CPU は満たしておらず、7以降へのアップグレードはサポート外。人 SR。 後人社 SR シリーズは、後人社がかつて販売していたノートパソコン。2008年1月発表。SH シリーズに薄型の DVD スーパーマルチドライブを搭載したような形態であり、重量は約 1.1kg。サイズは若干大きくなっており、英語ファイルサイズとされている。Windows Vista 搭載。2008年6月に、 ワンセグ非搭載の Windows XP ホメージジオンモデルも投入された。Windows Vista 搭載モデルが存在するにもかかわらず、Windows 7のシステム要件、1GHz 以上の CPU は満たしておらず、7以降へのアップグレードはサポート外。標準バッテリー、ラージバッテリーは SA、SH、SX シリーズと共通となっている。 AC アダプタケーブルは SA、SH、ML、MT、EX シリーズ共通となっている。後人車 SC、後人車 SC シリーズは、後人車がかつて販売していたノートパソコン。2008年6月発表。2008年7月11日発売。2008年12月より、プリインストール OS を Windows Vista Home Premium から、Windows XP ホメージ地音に変更。ウィルコム D4 と共に、世界初のセントリのアトム、プロセッサテクノロジー採用機となった。ただし、ロゴ要件を満たしていないため、セントリのアトムロゴではなく、アトムロゴシールが貼られている。チップセットに、US15W、CPU に、Z520 を搭載した、A5 型ノート PC。 タッチパネル型のナインチベスベが1 2 4 6 0 0 l c d を搭載。標準バッテリー、ラージバッテリーは新設計となっており、SA、SH、SR、SX シリーズとは互換性がない。ML シリーズは SC シリーズのラージバッテリーが標準バッテリーに該当する。AC アダプタ、ケーブルは SK、SX シリーズと共通となっている。 CPU が A110 だった前モデルと比べて CPU クロックは大幅に上昇したもののパフォーマンスに大差はない。しかし名目上の動作クロックが 1GHz を超えたことでこのモデル以降 Windows 7へのアップグレードがサポートされるようになった。後進者 SX、後進者 SX シリーズは後進者がかつて販売していたノートパソコン。 2008年6月発表、2008年8月発売。2008年12月より、プリインストール OS を Windows Vista Home Premium から Windows XP 褒め字地音に変更。チップセットに US15W CPU に Z520 を搭載した B5 サイズ以下 SR シリーズに近い大きさのノート PC タッチパネル型8.9インチワックスが、 1280-768LCD DVD スーパーマルチドライブを搭載。標準バッテリー、ラージバッテリーは SA、SH、SR シリーズと共通となっている。AC アダプタケーブルは SC、SK シリーズと共通となっている。後人車 ML、後人車 ML シリーズは、後人車がかつて販売していたノートパソコン。 2008年12月発表。チップセットに9 4 5ゴクスエクスプレス、CPU に N270 を搭載した A5 型ノート PC8.9 インチベスベが LCD を搭載。AC アダプタ、AC ケーブルは SA、SH、SR、MT、EX シリーズと共通になっている。バッテリーは MT シリーズと共通。 SC シリーズのラージバッテリーが標準バッテリーとなっている。バンダイネットワークスとの協業で、投機種を元にしたガチャピンムックとリラックマのキャラクター PC が数量限定で販売された。販売チャンネルは専用サイトのみ限定。後人車 MT、後人車 MT シリーズは後人車がかつて販売していたノートパソコン。2009年4月14日発表。 ML シリーズより一回り、大きい10.1インチベスベが LCD を搭載した、ネットブックの仕様のノートパソコン。ワンセグチューナーを搭載している。AC アダプタ、AC ケーブルは SA、SH、SR、ML、EX シリーズと共通になっている。バッテリーは ML シリーズと共通、SC シリーズのラージバッテリーが標準バッテリーとなっている。 SK、後人車、SK シリーズは、後人車が、かつて販売していた、ノートパソコン。2009年6月発表、2009年6月26日、発売。チップセットに、US15W、CPU に、Z520 を搭載した、A5 型ノート PC、タッチパネル型のナインチベスベが、1024600、LCD ディスプレイを搭載。 リチウムポリマーバッテリーを使用し、軽量化を図っている。大容量バッテリーは用意されていない。標準バッテリーは他シリーズとは互換性がない。AC アダプタ、AC ケーブルは SC、SX シリーズと共通となっている。後人車 EX、後人車 EX シリーズは、後人車がかつて販売していたノートパソコン。2009年8月20日発表。 AC アダプタ、AC ケーブルは SA、SH、SR、ML、MT シリーズと共通になっている。回転機構を備えたタッチパネル型11.6インチワックスが1366、13 768LCD ディスプレイを搭載。光学ドライブとして DVD スーパーマルチドライブを内蔵している。高人車 PM、高人車、 PM シリーズは、後人車が、かつて販売していた、ノートパソコン。2009年9月8日発表。韓国ユミド社のアンブック M1 をベースに改良された、製品。重量は、約 345g。タッチパネル型4.8インチベスベが、1024-600LCD ディスプレイを搭載。タッチパッドのようなポインティングデバイスはなく、GUI 操作は、 スタイラスペンで行う AC アダプタ、AC ケーブルは PA シリーズと共通。後人車 PA、後人車、PA シリーズは、後人車がかつて販売していたノートパソコン。2009年10月22日発表。回転機構を備えたタッチパネル型4.8インチベスベが 1024-600LCD ディスプレイを搭載。 GUI 操作は、光学式、ポインティングデバイスで行う。重量は、約 400g。AC アダプタ、AC ケーブルは、PM シリーズと共通。2011年8月4日、バンドルソフトのズポートプレイヤーのサポートを終了した。個人者公式サイトによると、ソフトウェア提供元の韓国ズポートリミテッド社が、解散及びそれに準じる状態になり、 新規のアクティベーション、製品有効化作業ができなくなったため、とのこと。後進者 DZ、後進者 DZ シリーズは、後人車がかつて販売していたノートパソコン、2009年11月発表、同12月中旬発売。最大の特徴は、10.1型2のスライドオープン式、デュアルディスプレイを搭載したことである。 デュアルディスプレイ搭載ノートパソコン自体は他社でもすでに登場済みだが10.1型には世界初である。スライドさせないシングルディスプレイとしても使用可能。AC アダプタ、AC ケーブルは多機種と互換性なし。バッテリーは SA、SH、SR、SX シリーズのラージバッテリーが標準バッテリーとなっている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。